皆さんこんにちは。栄養価の小藪です。本日は栄養ワークブックレッスン6の1、受動態の1ですね。こちらを一緒に解いていきましょう。来週からいよいよ第3回の定期講座です。しっかり頑張っていきましょう。はい、それでは、レッスン6の、1ですね。受動態の1を見ていきましょう。まず1番です。そのサッカーの試合は多くの人々にテレビ観戦された。はい、じゃサッカーゲーム、これが、観戦されたことは見られたところだね。はい、テレビでこうスポーツの試合を見るってことは動詞はウォッチだね。を使います。はい、観戦された、見られたところだからね。B 動詞ですけども、これは過去形ですね。ですから、was ですね。はい、そして、B 動詞の後ろは必ず過去分詞形にしますね。ですから、watched です。The soccer game was watched on TV by many people となりますね。で、クイズが能動態の文にとこです。ってことは、主語を何するかというと、これですね。by many people、多くの人々によってとこですから、多くの人々はと主語にしましょう。はい、ですので、many people。はい。で、見るですから、watch。はい。過去形ですから、動詞過去形にしましょう。watch to 何を？はい。サッカーの試合ですから、サッカーゲーム。はい。テレビですから、on TV と。はい。こうなりますね。はい。2番です。私は監督によってキャプテンに選ばれた。はい、選ぶですね。選ぶは動詞はチューズです。ですから、選ばれた。はい、B 動詞は過去分詞形にしましょう。ですから、B 動詞は was だね。I was。で、チューズはチューズ。チョーズと活用します。過去分詞形はチョーズです。ですので、 I was chosen as captain by our coach となりますね。で、この as は何々としてだぞね、だと思ってくださいね。はい。また、選ぶというのはセレクトでもいいよね。ですから、セレクトは規則動詞ですので、単純に言いつけてください。セレクティードね。はい、これでも OK です。はい、そして、クイズはチームのメンバーたちによってにしましょうとかね。はい、これは前半分同じだね。I was chosen もしくはselected as captain by、ここからやればいいんだね。 by ザ・ティームメンバーズと。はい、バイイカを変えれば OK ですね。では次3番いきましょう。そのコンサートは中止された。中止はですね、これはキャンセルだね。はい、キャンセルされたとかね。ですので、ザ・コンサートワズ・キャンセルドと。なりますね。はい、クイズは否定文にしましょう。はい、で、B 動詞の否定文ですので、単純にノットをつけましょうね。ザ・コンサート、ワズ・ノット、キャンセルと。はい、となりますね。はい、もちろんこれは単数形で、ワズ・ノットで OK ですからね。4番ですね。この小説は世界中で読まれていますか？読まれていますか？ですから疑問文ですね。はい。読まれていますですから、これは現在形ですね。This novel、 この小説が主語ですので、はい、これは B 動詞は is ですね。はい。現在形ですからね。Is this novel？ はい、読むというのはリードだね。ですが、
スペルはリードでいいんですけども、発音はこれはレッドと発音しますね。はい、 Is this novel read around the world となりますね。そしてクイズは肯定で答えるね、とはイエスで答えるところね。ですから Yes、 はい、 This novel を2度目ですので It と書きましょう。 It is だね。 Yes it is でなります。5番、法隆寺はいつ建立されましたか。はい、いつ建てられたかとはね、はい、でこれはですね、いつですから、もちろん文頭には when がきます。はい、建てられたですから、これは法隆寺天保 was built の過去分詞形ですから、これは built だよね。はい、となります。しかし疑問文ですので、この B 動詞は前に行きますよね。となりますから、答えは When was 法隆寺天保 built と。はい、となりますね。はい、でクイズは7世紀に建てられましたと答えましょう。It と書きまして、It was built。で、7世紀ですので、in the seventh century だね。はい、となります。もちろん、seventh はスペルで書いても OK ですよ。seven に t つけましょうね。はい。It was built in the seventh century。ピュードね。はい。このようになります。はい、では6番いきましょう。彼の新曲は来週リリースされるだろう。リリースされるだろうですね。はい、リリースっていうのはこれはですね、はい、リリースってこう書きますね。はい、日本語でももう使いますね、リリースするってね。はい、さあですね、そうしますと、来週ですよね、未来のことです。ですのでこれは助動詞の will を入れましょうね。そして、リリースされるので、この後ろに be 動詞プラス過去分詞形を入れていきましょう。助動詞の will の後ろですから、これは be 動詞の原型の be を入れましょう。 will be released to だね。 his new song will be released next week となりますね。また来週リリースされる、もう以前から分かってる予定だと考えれば、これは be going to でもいいですよね。そう考えれば、これは his new song is going to be released でも OK ですね。クイズは疑問文にしましょうってことですね。はい、疑問文ですから、これは助動詞ですからね、前に助動詞出しましょう。Will his new song be released next week? となりますね。助動詞の will を前に出せば OK です。はい、7番ですね。この寒い天気で湖は凍りそうだ。さあ、ですね、This lake is、 これは Frozen になりますね。もともとこれは Freeze っていう動詞です。これは凍らせるという意味ですね、もともとがね。はい。で、ですから Be Frozen で凍るってことだね、なります。で、これはですね、未来のことだよね。これから凍りそうだってことだからね。凍るということですから、未来のことになりますが、これはこの寒い天気でっていうところで、これは寒い天気という状況がありますよね。その状況からの未来の予測なんですよね。
こういう場合は be going と使いました。ですので the lake is going to 受け身ですので be 出ましょう。 be frozen だね。 the lake is going to be frozen in this cold weather となります。でクイズは凍っているにしましょうとですね。寒い天気で湖は凍っているですので、これはレイクイズだね。今度はね、今現在だからね。これはフローズンが同じです。 is frozen in this cold weather、ね、is にしてくださいね。こうなります。8番です。その約束は守られるべきだ。守られるべきだ。なんとかすべきですね。これは should が入りますね。はい、で約束を守るというのはこのもう kept がありますけど、これは keep です。 keep a promise で約束を守るですね、はい、ちなみに反対は break ね、破る方ね、なります。はい、ですので、守られるですからね、受け身しましょう。助動詞 should の章ですから原型です。はい、should be kept となりますね。はい、でクイズは守られたにしましょうということね。はい、ということは過去形だね。だから the promise was だよね。 was kept となります。はい、9番、この報告は公表されなければならない。はい、この場合公表するはこの publish を使ってますね。何々されなければならないってことだからね、しなければならないですから、これは must はね。はい、で、されなければならないですので受け身ですから、はい、助動詞の後ろですから原型です。 must be published となりますね。はい、でクイズが隠されるかもしれないですね。はい、隠す、という動詞はこれです。 hide です。 hide は hide hit、過去分式が hidden って発音します。はい、ですので this report、 はい、かもしれないですから、これは may だよね。はい、隠されるですから be 入れましょうね。 may be hidden、 はい、となります。10番です。その問題は解決できるだろうか、できるだろうか、できるだから、これは当然 can がありますね。はい、 can did the problem、 はい、そうすると、はい、solve は問題を解決するという動詞でね、ね、ということは解決されるんだから B 動詞は作文式でね。だからここに B が必要だよね。Can the problem be solved? となりますよね。はい。で、クイズは否定で答える。ね。できないだね。ということは No で答えます。No。で、The problem ですから、2度目は It と置き換えましょう。ね。で、Can ですから、Can としましょう。No, it can't となりますね。はい、では11番いきましょう。料理は今用意されているところです、ね、用意するというのはここにありますね。 prepare です。はい、ね、でポイントは今です。今用意されているところですってことは、これは動作が進行中ということになります。この場合どうするかというと、The dish is、ね、prepared now。これで、その料理は今準備されているという現在のことなんですけども、これ動作が進行中なんです。ってことは、be 動詞プラス動詞の ing 形。ですが、はい、受け身は be 動詞プラス動詞の過去分詞形。ってことですよね。ってことは、B 動詞の
being 形、これが入ってきます。これが being ですよね。はい、ですので the dish is being prepared now となりますね。はい、でクイズは疑問文しましょう、ね、単純に be 動詞の疑問文ですからこの is を前に出しましょうね。 is the dish being prepared now となりますね。12番、パンはすでに焼き上がっている。すでに焼き上がっているところですね。はい、すでにってのはこれは already ね。ですのでこれ入れていきましょう。はい、パンを焼くのはこの bake ね。はい、なります。で、パンは焼き上がっているところだけど、ね、パンは焼かれるんだよね。人も焼くわけだからね。パンは焼かれるわけです。だから受け身にします。でもすでにってことだからね、これは完了形だよね。で、the bread、これは主語はね、単数扱いですので、have ではなくて has を入れましょう。has、すでに already。はい、ここで、have の後ろですね。already は副詞だからかっこしとくよ。ね、have の後ろは、過去分詞形にならなきゃいけないよね。受け身は B 動詞プラス過去分詞形です。ですのでここに入ってくるのは B 動詞の過去分詞形、つまり being です。The bread has already been baked となりますね。はい。でクイズはまだ焼き上がっていない。まだなんとかない。これは not yet 使っていきましょう。はい、ですから The bread has not ね、 has not been baked yet と、はい、このようになりますね。もちろん has not は短縮形して hasn't にしてくださいね。はい、 The bread hasn't been baked yet となりますね。はい、では46ページ見ていきましょう。エクササイズ1です。1番、括弧内から適切な動詞を選び受動態に変化させて下線文に入れなさい、はい、で受動態にするわけなのでこれは B 動詞プラス過去分詞形にしましょう。はい、1番です。 The book 何々 by a lawyerローヤーってのはこれは法律家とか弁護士って意味ですね。その本は弁護士によって本ですからね。そうするとこれはこれですね。書くというライトですよね。さあ、そうしますとライトはライト、ロート、リトゥンで活用します。過去分詞形はリトゥンですね。はい、で動詞ですけどもね、弁護士によってこれは書かれたと考えるのが普通だよね。はい、ですからこれは過去形ですね。 was にしましょう。 The book was written by a lawyer となりますね。はい、2番が My favorite songs at the concert last nightフェイバリットはお気に入りのと意味ですね。私のお気に入りの歌が昨夜コンサートでというと、これはこれかな、歌うというシングですかね。歌われたところでしょうね。はい、ですね。でシングはシングサングサングと活用しますね。過去分詞形は SUNG の SANG です。はい、ですから。で、これはラストナイトありますからね。過去形ですね。で、複数形名詞ですから、これは WAR ですね。My favorite songs were sung at the concert last night となりますね。3番は That rumor
everywhere these days. ルーモアってほら噂です。でその噂は these days ってほらね近頃とか最近ってことでね。everywhere ですからどこでもです。はい、噂はこれはこれだね、here だね。聞くとかね、聞こえるとかだね。はい、その噂が最近どこででも聞こえてきているとこだね。はい、ってことになります。で、here の過去分詞形ですが、これは、はい、これはですね、D だけつけますね。で、heard と発音します。はい、here, heard, heard と活用しますね。はい、ですから、that rumor is heard everywhere these days となりますね。はい、4番です。The FIFA World Cup in Brazil in 2014、FIFA ワールドカップサッカーだね。はい、これ2014年にブラジルで、はい、これは、開かれた行われたところだね。はい、これはホールドです。ホールドはそういう催し物などを開くとか行うって意味ね、なります。はい、ですからこのホールドを使うんですが、過去分詞形はですね、ホールド、ヘルド、ヘルドと発音しますね。過去分詞形はヘルドです。はい、で行われた過去形ですからね、これも was ですね。 was held in Brazil in 2014となりますね。はい、次です。5番、 his bicycle yesterday、 彼の自転車だね、が昨日残った段からするとこれですね、 steal、盗むという意味ですね。まあ、盗まれたってことだね。ってことですので、スティールは、スティール、ストール、ストールンと活用しますね。過去分詞形はストールンです。はい、イエスタデーですから、ワーズだね。His bicycle was stolen yesterday となりますね。はい、6番です。The results of the experiment on the next page。 experiment っていうのは、これはね、実験って意味です。その実験の result っていうのは結果です。その実験の結果が on the next page、 on the next page ですからね、次のページに、はい、これ show だね、示すですから、示されているとこだね。ってことですから、これはどうなるかというと、これはね、show ですから、show は show、 showed、 過去分詞形が shown って発音します。で、ここはちょっと注意しなきゃいけないのは主語ですよね。はい、この文の主語、すぐ前のエクスペリメントではなくて、その実験の結果ですから、この results が主語です。ですので、見てもらうと分かる通り、これ results、複数形ですね。そこを注意してください。ですので、これは複数形ですから、これは a ですね。はい。で、過去分詞形 shown ですから、こうなります。The results of the experiment are shown on the next page となります。はい、2番いきましょう。日本語に合うように、括弧内の動詞を用いて英文を完成させなさい。1番が、そのケーキは10切れに分けることができます。はい、これはあれだね、できるという助動詞でいきましょう。ね。はい、で、ケーキは分けることがって言ってますが、分けられるんだよね。分けるのは人だからね。ケーキは分けられます。はい、ですから、助動詞の後ろに B 動詞パス、過去分詞形が来ると思ってください。ですから、できるなので can 来ます。助動詞の後ろの B 動詞は原形ですから B になります。can be。で、divide っていうのは、これは分けるという意味です。はい。E となってますから、これは D だけつけましょう。can be divided ね。となります。2番、その計画は
2週間後に発表される予定だ。はい。The plan is going. 予定は be going to です。だから is going to ね。で、発表するというのはこれです。announce。発表されるですので受け身にしましょう。to の後ろは原形です。to be announced to だね。はい、D でつけましょう。はい、3番です。彼の提案は受け入れられないかもしれない。はい。この提案というのはこれね、サジェッションです。これが、はい、かもしれない。メイですね。受け入れられないかもしれない。ってことは否定だね。だから、メイノットです。で、受け入れるがアクセプトです。はい。受け入れられるだから受け身にしましょう。メイノットビー。アクセプトに過去分詞形 ed つけましょう。アクセプティドです。4番。私のコンピューターは今、トムが使っているところだ。この今が中ですね。今動作がこれは進行中です。進行中の時は、これは真ん中に being を入れたよね。はい。ですので、my computer is being、はい、コンピューターは使うんではなくて使われるわけだから、はい、過去分詞形しますよ。used です。はい。My computer is being used by Tom now となりますね。5番。最近、これらの問題が論じられてきた。Lately。これが最近って意味ね。最近、近頃のところです。はい。で、これは最近ということですから、これは現在完了形で用います。はい。ですので、今を含めて、ね、最近、ずっとこう、ね、ちょっと前からこう、ずっととこだね。はい。論じられてきてるよ、とこね。はい。ってことなので、これはハブが入ってきますね。these problems、複数形ですので、これはハブですね。はい。で、受け身ですので、have been、で、論じる。ディスカスですから、ディスカス。というだね。These problems have been discussed lately となりますね。はい、3番いきましょう。左右の語句を適切につなぎ、英文を完成させましょう。1番が、These questions are often? これらの質問は、often、よく。はい、これ上がりますね。Asked by customers. Customers は顧客という意味ですね。顧客によって尋ねられるんですね。これはこれそのままぴったりいきますね。これね。これでいいでしょうかね。はい。で、2番が Her discovery was discovery は発見だよね。彼女のディスカバリー発見は was being ignored ignore はこれは無視するですね。無視する、ですから無視された。どうでしょうね。合うかな。どうでしょうね。で、次は be handed in by tomorrow。 はい、これは場合はまでにだね。明日までに hand in は提出するです。提出されると。はい、おかしいね。これね、これじゃないね。で、 be sent in the day。 be sent は送られるんだね。送られる。で、インナデーは一日のうちにとこだね。一日で送られる。ここも違うね。made by accident。はい。by accident 熟語ですね。これは。by accident で偶然にって意味です。偶然に。made。ああ、これか。2番ね。これは、make。
ディスカバリーで発見するところですからね。はい。ね、彼の発見は偶然なされたとかね。これでぴったりきますので、これ2番はこれですね。はい。そうすると3番 An important factor has、 はい、重要なファクターってのは要素、要因だね。重要な要素はこれはこれかね。 Been ignored、 無視されたんだね。ある重要な要素が無視されたとかね。これないかな。で4番 The essay must、 はい、エッセイってのはこれはまあ文章のこと言うんですけど、まあこれレポートみたいなことかなのことです。must ありますね。ということは一緒に原型がきますね。はい、これだね。これは Be handed in tomorrow、 明日までに提出されなければならないですね。はい、ということでこれがきますね。で最後5番 These goods will、 あ、これらのグッズ、まあ、商品だね。商品は1日で送られるだろうということだからこれだね。はい、こうするとみんなぴったりくるかなと思います。はい、はい、ではですね、 Exercises 2に行きましょう。4番です。絵に合うようにカッコ内の動詞を用いて現在進行形の受動態の文を完成させなさい。現在進行形の受動態ってことは B 動詞プラス being プラス過去分詞の形です、ね、真ん中に being がきますね。はい、見ていきましょう。1番が The present、 プレゼントが By a clerk now、 今クラークってこれは店員さんね。店員さんによってこれは今包まれてんだね。ラップは包むとこだからね。包まれてますよってことです。はい。ですので、The present is being、 はい、ラップは過去分詞形注意しましょうね。P 重なりますよ。ラップ to です。はい。The present is being wrapped by a clerk now となります。2番が The papers now とありますね。で、コピーですね。その書類だね、この papers。ペーパーは、例えば1枚の紙の場合は、例えば、A piece of paper とか、A sheet of paper のように、この場合は数えられない、アンカウンタブルな意味で使います。が、書類って使うときはこれは実はこの S があると分かる通り数えられる名詞で使うんです、ね、注意しましょうね。さあそうしますとコピーされてるですね。ですので複数形ですから are ですね。 The papers are being、 はい、コピーを白文式にしますので Y で終わってますから Y を I にしていいです。コピーですね。The papers are being copied now となります。はい。で、3番が The file。これはダウンロードね。そのファイルが今ダウンロード中とかね。ダウンロード中ですよとかです。はい。ですので、The file is beingダウンローディズとなりますね。The file is being downloaded now となります。はい、じゃあ5番ですね。日本語に合うように並べ替えましょう。1番が、この方のコンピューターはもう売られていない。はい、もう売られていないところね。もうなんとかないっていうのは、これは not anymore と使いますね。はい。売られていない。で、こうですから、これは、売るというのはセルですけども、売られているってことは、これはね、is
ソウルとこれ使いますね。でこの方のコンピューターはこれが主語ですね。これが S です。これがですね、ディスモデルとオブコンピューターをつけましょう。でディスモデルオブコンピューターね、コンピューターのそのモデルとこね、その型ということになりますからね、こうなります。でこれが is not sold anymore と言いますね。はい、このようになります。2番です。その仕事はいつ終わりますか。で主語はこれは the job だね。その仕事 the job になります。で元々がその仕事 the job が終わるだろう。 will be finished という文だよね、もともとね。はい、その仕事は終えられるだろうということだね。はい、終えるのは人なんだけど仕事は終えられるからね、こういう受け身になっています。疑問文なのでこの助動詞の will が前に来ますよということで注意していきましょう。はい、で疑問詞は文頭に来ますね。はい、when ですね。When で前に来た will が来て will the job be finished、ね、When will the job be finished となりますね。3番です。気象データは100年以上の間集められてきた。これはですね100年以上の間ずっとどこですね、ことですね。はい、ですから完了形ハーブが来ます。次が過去分詞が来るんですが、ね、データは集められるんだよね。ですから受け身になります。ですから has 過去分詞形、はい、ね、受け身ですから been ですよ。 has been 集めるの gather ね、はい、過去分詞形 gathered になります。はい、で100年以上前ですから期間を表す for が来ます。 for over 100 years となりますね。この for は期間を表す for です。 over はなんとか以上とかね、はい、という意味の over ですからね、注意をしてください。はい、6番です。日本語に合うように下線部に適切な語句を補いましょう。1番です。その法律はできるだけ早期に変更すべきだ。はい、法律がローね。でこの as soon as possible ってのができるだけ soon はすぐにってことだからね、早期にってことかな、この部分になります。はい、ってことはここに入るのは変更すべきだですね。で法律は変更されるんだよね。人が変更するので厳密にはこれは変更されるべきだにしましょう。はい、なんとかするべきは should だよね。should。はい、で変更される受け身にしましょう。助動詞も後ろですから be 動詞は原形の be、ね、変更する変えるですから change だね。はい、チェンジ。過去分詞形は D をつけましょう。ね、チェンジです。The law should be changed as soon as possible となります。2番、私の車は故障している。はい、このアウトボーダーという方ね、これは故障しているということになります。はい、今修理中だ。はい、で今修理中だということは動作が進行中ですよ。ね、今回何度も出てきましたね。これは be 動詞プラス being ですね、プラス過去分詞の形でした。ですから it is being、 はい、修理する、修理するは repair という動詞です。ですから
It is being repaired. 過去分詞形しましたね。It is being repaired. で今ですから now とつけましょう。はい。It is being repaired now となります。now の位置はね、ここじゃなくても大丈夫ですので、It is now と前に持ってきて、being repaired でも OK です。はい、まあ、後ろの方が分かりやすいかなと思いますけどね。はい、これでも大丈夫です。最後に、ダイアログライティングいきましょう。前ページのダイアログと下のボキャブラリー参考に、下線部に補って会話を作りましょう。はい、ダイアログは、What language is spoken in Mexico? メキシコでは何語を話されてるんですか ?Spanish。スペイン語です。I see. Learning Spanish will be interesting.スペイン語を学ぶのって面白そうですね。時ですね。さあ、それでは見ましょう。What language is spoken in? どうにしようかな。先生はこれにしましょう。じゃあ先生、これこう書いてみました。What language is spoken in Russia? Russian. I see. Learning Russian will be interesting. ロシア語ですね。実は先生、大学時代、第二外国語はロシア語を勉強したので、はい。それで思い出して書いてみました。はい、皆さんも好きなのね、入れてみてください。はい、お疲れ様でした。来週から第3回テイコサです。A 表は初日ですからね、しっかり今から勉強を始めましょうね。それではまた近いうちお会いしましょう。See you!